5つ星ホテルで食い倒れるぞーい。マスオ TV。 はい、マスオ TV です。はい、皆さん、今回の企画はですね、あの超高級ホテル、ホテルニューオータニで食い倒れていきたいと思います。僕が予約した時はちょっと値段違うかもしれないんですけど、2名利用で泊まろうとすると大体1人5万円ぐらいする。贅沢でしょう今回。まあ、僕らは9月中に行ったので、なんかね、都民割を使えたりとかね、まあいろいろしたんですけど、なんでもですね、ホテルニューオータニの中にエグゼクティブハウス全というね、なんかホテルの中にホテル、ホテルインホテルっていうらしいんですけど、このね、エグゼクティブハウス全が何がねすごいのかと言いますと、滞在中にね、エグゼクティブラウンジっていうのを、ね、もう何度でもね利用ができるんですよ。そこで1日6回のフードプレゼンテーションっていうのがあって、そこでね、美味しいね食事を堪能できる。さらにね、そこでお酒も飲めるっていうね、そのラウンジ以外でもすごくね、美味しい朝食が食べられたりとか、あと会員制スポーツクラブ、ゴールデンスパ、ニューオータニの利用無料とかね、もうその辺をですね、すべてもね堪能しつくして実は来ました。ですので、そのホテルニューオータニエグゼクティブハウス全でのね、マスオがね食べ尽くす様子をご視聴いただけたらなと思います。それではどうぞ。無事着きました。すごいですね、まだフロントにも着いてないんですけど、チェックインです。おしぼりと飲み物、冷やし飴だって、いただきます。すごい、のど飴をね溶かしたみたいな感じ、ね、すごいな。ということで、お部屋に着きました。ちょっと見ていきましょう。まずはこちらですね。ここはクローゼットになるんですが、このスリッパもしっかりしたスリッパですね。そして金庫、傘など全て揃っているような形です。で、逆側を見ると、じゃーん、こちら浴室とかお風呂場と洗面台になりますね。このね、扉がもう高級感あふれていますよね。奥に進む前にマスオです。お風呂場なんですが、結構広いな。こっち側がね、ベッドルームなんですけど、なんとちょっとね、ベッドルームからこのね、お風呂場が見えるという仕様になっていますね。で、シャワールームなんですけど、これすごくない？今までで初めてなんだけど、こういうところ。ほら、浴槽の部分は開いたまま。で、シャワーの部分はガラスで遮られているっていうね。はい。そして奥まで進むと、ちょっとかっこいい、このね、チェアと、はい、こちらがシャンプーなどになります。フェラガモっていうのらしいよ。こちらにもですね、もうワンセットボディローションとかシャワージェルとか、あとシャンプーコンディショナーがありますね。これはオリーブアロマバスオイルがあったりとか、ガウンとタオルもあります。いや、もうすでにね広いね。こちらにはお手洗いが広がっています。そしてこちらがお部屋になります。ベッドルームとテーブルとソファーがありますね。とっても広いお部屋になります。で、こちらコーヒーなどがね飲めるセットと、ザ・ホテルニューオータニって書いてあるお水がありますね。この下は、あ、冷蔵庫、冷蔵庫はね空っぽですねホテル、あ、そしてこっちはこれをね、グラスなどお使いくださいっていう、そういうものですね。コーヒーとか飲めたりね。ちなみに入ってきて、エグゼクティブハウス全のウェルカムカードがありますね。では、こちらベッドルーム見ていきましょうか。おー、大きいベッドがありまして、ベビーベッドも用意していただきました。こちらにはお着替えも用意されてありますね。おしゃれだね。ここからですね、すぐね、もうね、ディナーを予約しておいたので、ディナーまず行きましょう。ザ・スカイというですね、
あのビュッフェスタイルのディナーの、ね、場所がありまして、そこがねもうすごく有名でとっても美味しいディナーが味わえるってことで、食い倒れの旅スタートです。食べるぞー。すごーすごい。野菜もりもり、野菜もりもり、ビュッフェを楽しんでおります。あのね、ホテルニューオータニのビュッフェはね、ビュッフェだけでもね有名らしくてですね、なんかもういろんなものがある。一番最初に持ったのはこちら、シーザーサラダ。もっと前菜いっぱいあったのに、お皿いっぱいにシーザーサラダしちゃった。なんで貧乏症。じゃあローストビーフとローストチキン。すっごくない？めっちゃ贅沢じゃない？うん、わさびと合いますね。次ローストチキン。うん、このご飯がねちょっとナシゴレンみたいになってるから、味が、うん、ちょっとアジアンチックな味がして美味しい。味見させて。うん、食べるぞ。まだまだ。じゃーん、次はエビチリにシューマイと、こう小籠包的なやつで、チャーシューにスモークの鴨ですね、ビーフシチューにブラジル料理にイベリコ豚。どんだけ食べるんや自分。イベリコ豚、うん、おいしい。もう食い倒れちゃいそう。続いて焼きしゃぶとお寿司。ほらめっちゃうまそうでしょこれも。またうまい。じゃあ続いてお寿司、中トロ、ほらシャリもねちゃんと赤酢、赤酢です。うん、シャリがふわふわ。サーロインステーキとハンバーグ。サーロインステーキ、ほらすっごいお肉がこれですよ。美味しそう。やばい、上質な油が噛めば噛むほど出てる。お酒と合うね、これは。ハンバーグも、ハンバーグはね、おろしポン酢にしてみた。うん、無限に食べれちゃいそう。ちなみに、うーちゃんのデザートがこちら。これ一人分だよね。僕のも取ってきてくれたわけじゃないよね。じゃない、自分で取ろう。自分で取ろうじゃなくて、今別に欲しいって言ったわけじゃないんだけど。これ何なの？これがニューオータニで、うん、ワンピース1500円ぐらいするメロンケーキらしい。これ1つ1500円ってこと？もうちょっと大きいらしいけど。これで多分いくらなんだろう、ね、高いんだ。高いらしい。こっちもそれなりにするんだろうね。噛む。いや食べよ。じゃーん、負けてないぜ。いっぱい取ったでしょ。モンブラン、チーズケーキ、チョコケーキ、ショートケーキ、くず餅で、マロンのロールと、あとマロン、なんていうんだっけこの、わかんない、マロンです。いただきます。まずはショートケーキ一口。うん、食べてるね。結構美味しいわ。ということで、ニューオータニの最上階にあるザ・スカイというね、まあ、ビュッフェ食べ尽くしました。でもまだこれで食い倒れではありません。これからね、そのエグゼクティブプラン の、 そのフードプレゼンテーションというのがあって、その部屋の、ね、近くの、ね、ラウンジで食べ放題なんですよ。フードプレゼンテーションといって、時間帯によってこれが食べれる、これが食べれるっていうのがあって、だからまだまだ食べます。あー、食べたね。食べました。ザ・スカイっていう名前だけあってね、高級ビュッフェでした。2人でですね、お値段が3万円です。ただそこにモット東京っていうね、
その割引が2万円分僕ら使えたので、その2万円分使って、まあ、実質1万円。あんなに高級なビュッフェは行ったことないかもしれない。美味しかったよね。美味しかった。めっちゃ食べてたもんね。僕とも同じぐらい食べてたもんね。そう、負けないぐらい食べた。そう、まあ、僕らねこうやってめっちゃ食べてますけど、10月になったらダイエットしようって話してるんでね、そこは皆さんご理解ください。そう、うん、最後の食べ納めぐらいの感覚ですから。部屋に戻ってきました。本気の食い倒れになりそう。もう胃がやばいです。本当に夜の時間帯はうーちゃんと僕とちびおで3人で一緒に行けないんですよね。2杯飲んですぐうーちゃんと交代で、今度はうーちゃんが食い倒れです。楽しんできてください。めっちゃうまかったよ。マカロンもめちゃくちゃうまかった。2日目はですね、もう朝食からまたぐやっつり食べていくので、ね、皆さんね、楽しみにしていてくださいね。笑顔？めっちゃ笑ってるやつがやった。嘘、見たい。おはようございます。食い倒れ2日目スタートです。さつきっていうホテルニューオータニのとっても有名らしくて、泊まっている人は普通に食べれるんですけど、外の人がね食べようとすると6000円する、そういうビュッフェを食べていきたいと思います。立ち写したいんだけど、朝7時でもねたくさん人がいて、女性がむちゃくちゃ多いです。で最初取ってきたのこれ、このクロワッサンがピエールエルメンっていうところのクロワッサンで、これが本当にもう絶対食べるべきパンらしいです。エッグベネディクトとか、さっき作ってもらった卵で、フレンチトーストなどです。食べよう。ピエールエルメ食べてみましょうか。なんだこれ、食べたことない。クロワッサンがの外がコーティングされてるのと、中にねフルーツのようなものが入っていて、甘さとしょっぱさがね絶妙に絡み合ってる。じゃーん、次は和食。このイクラすごいね。醤油漬けイクラ、すごい美味しい。北海道じゃないんだからね。あーうまそう。味が絶妙。米無限に食べれるイクラだね。うまっ。また食べたい。ね。ということで朝ごはんたくさん食べました。もう食べれません。ホテルニューオータニにはね、大きいねお庭があるということで、これから散歩したいと思います。食後の散歩なんてなんていうかなんだ。本当に。おーすごーい。あ、さっきの建物あれか。すごい、テレビで見たことあるよここ。わすごい、こういうところなんだ。大きい石触りました。あれ触った方がいいんですか。あれ持ちになるんですか。あ、触っとこう。なんともですね、あの庭園の庭師さんがね、この石に触るとお金持ちになるってことを教えてくれました。あ金持ち、金持ち。これで僕も金持ち。よし、じゃあ金持ちになったところで行きましょうか。あとね、もう一個池の中に小さい松の木がありますから、そこに、はい、小さい池の中ですよ。池の中に、あれだ、あれがっていうんで、こっちが長寿。長寿、あら、長生きもしちゃっていいの。おお、すごいね。一回出てます。おお、すごい。これ写真、ここから撮って。あ、これが長寿の
前通りの、これかって思えないね。分かんないね。分かんなかったね。どうせ少女と言われてるんですか。はい、撮りました。あ、今撮ってます。はい、400年前、400年ほど前、ここは加藤清正の下屋敷でした。へぇ、その当時あったこれ周り石じゃないですからね。あ、木、これ黒松の木です。へぇ、原価木と言いまして化石になっちゃったんです。え、木が化石。はい、はぁ、いつなんでそうなったかわからない。これへぇ、すごい、素晴らしいね。あ、コウイモいて、コウイモすごい綺麗。はい、すいません、ありがとうございます。いや、本当ありがとうございます。頑張ってください。でも東京でこういうのはね、なかなかね、感じられないからいいですね。ここも押されたない、だいぶね、かわいくない。15の塔だね。いや、なんかご利益お願いします。雑。あ、すごい富士山だ。テスラゲーノ。すごい、これが6メートルの滝か。すごい綺麗だよね。ね、マサが湖に浮いてるみたい。妖精。はい、ということで部屋に戻ってきました。で、今庭見たらさ、ほら、部屋からこんなおしゃれなね、お庭も見える。昨日は分かんなかったけど、でももうまた朝ごはん食べて散歩して、もうちょっと疲れた。ちょっと休憩。こんにちは、11時半になりました。朝ごはんを食べて休憩をして、で、今ね、ラウンジでモーニングスナックを食べています。あのラウンジではですね、朝ごはんも食べることができたんですけど、僕らはね、朝ごはんね、先ほど紹介したところで食べました。で、あのこのラウンジでは食べずに、で、ちょっと休憩して、そこのモーニングスナック、10時から12時に食べれる、そのフードプレゼンテーションのスナックを今ね、食い倒れってことで食べてます。しかもね、あの今コーヒー置いてますけど、あのお酒でもいいんですよ。なんと飲み放題。そう、この人何でも飲み放題。何でも飲み放題。シャンパンでもいいし。ただね、また12時になったらね、次ね、ランチタイムが始まるんですよ。ちょっと変わるんだよね。そしたらまたメニューが変わるんで、本当に少しだけね、モーニングスナックを楽しんで、まあ、ランチに備えたいと思います。でもすごい景色綺麗。景色も綺麗だね。12時になったので、これからランチタイムです。お酒も飲み放題なので、シャンパン飲んじゃうかなと思います。うーちゃんはグラバのシャンパン。じゃあ、乾杯。乾杯。おいしい。お昼ランチ取ってきました。野菜とサンドイッチとお稲荷さんですね。で、ブイヨンスープもあります。中しっかり詰まったお稲荷さんだ。サンドイッチも、おいしい。卵もおいしい。卵さんもおいしいね。ね、ということで、今のがね、うーちゃんのランチでございます。これピエールエルメのクロワッサンということで、結構大きいですよね。で、これが結構ランチの、まあ、目玉です。ピエールエルメのクロワッサン一口だけもらいます。もう一口？いいよ。これうまいわ。チョコ入ってる。わあ、美味しそう。美味しい？これうまいね。全部いいわ。あるから。そんなに美味しいの？これうまいね。持って帰りたいもん。絶対ランチで食べた方がいいよ、これ。ぐーちゃんの分と自分の分もう一つ取ってきた。2個目もうまい。ちなみにこのね、中のこの部分ね、チョコレートかと思ったらコーヒーのペーストになったものらしい。だから甘くないんだね。でもね、コーヒーの味がめっちゃ強いかって言われたらチョコレートかなと思っちゃうぐらいのね、味わいだし、ほんとうまいな。
はい、ということでランチを食べた後、ホテルニューオータニの中にあるゴールデンスパというね、ところに行ってきました。そこはね、残念ながらね、撮影はできなかったんですけど、ジムですね、簡単に言ったら。ジム&スパ。プールでひたすらにね、クロール、平泳ぎ、背泳ぎでね、1キロ近く泳いできたかな。お風呂に入って、サウナ入ってっていう形で、もうね、満喫コースですよ。この後は、アフタヌーンティーでございます。これこそもう本当に食い倒れでしょ。だってこの動画永遠食べてるじゃん。永遠無知を打ってる。そうだってもう苦しいもん、正直。ずっと苦しいね。ずっと苦しいけど、こういうサービスもありますよっていうのでね、皆さんにご紹介できるのがね、とってもいいと思いますんで、アフタヌーンティー行きましょう。すごい、アフタヌーンティー。アフタヌーンティー、わー、これはさ、いい締めくくりだね。デザートで最後締めくくるね。え、食べていきたいと思います。うん、からの、おいしい。マジで最高だわ。ということで、ホテルニューオータニから帰宅しました。体重を測ったらですね、なんと3キロも取っていました。実はそこから数日でもう経過しているんですけど、この数日はですね、食べる量を減らしても健康的に過ごしていますのでね、ぜひね、僕の健康をね、心配してくださる皆さん、ちゃんと気を使っているので安心してください。でですね、このね、宿泊にかかった金額なんですけど、宿泊が1人4万円、まあ、ディナーが1万円かかったのか。だから計ね、10万円かかったっていうね、すごいいい金額の一泊2日だったんです。まあ、すごい贅沢しちゃいましたね。なんかホテルニューオータニ歩いてるだけでね、なんかすごい観光地来た感あるんだよね。中にお店とかもね、たくさん入ってて、そこ見るだけでも本当に楽しかったですし、まあ、すごいいい金額するね、ホテルですので、そんな気軽にはね、もちろん行けないと思いますが、こういうサービスもあるんだよっていうのをね、知っていただけたらなと思います。で、今ね、そういう割引とかもね、いろいろあると思いますので、ぜひね、皆さんもね、利用して観光などしてみてはいかがでしょうか。ということで、この動画が良かったなと思ってくださった皆さん、ぜひチャンネル登録、グッドボタンね、よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。ということで、以上、マッソー TV でした。また見てね、バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。良かったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。